バイオハザードシリーズには様々な組織、企業が登場します。事件の元凶となるような悪の組織もあれば、それらと戦い続ける正義の組織もあり、主人公をはじめとする多くのキャラクターがそれぞれの組織に所属して活躍しています。バイオハザードの物語は各組織間の戦いであるとも言えます。今回の動画シリーズでは、そんなバイオハザードシリーズの組織を紹介します。今回は初代バイオハザードから長きにわたって事件の元凶であり続けた諸悪の根源、アンブレラ社について解説します。アンブレラ社は名門貴族であるオズウェル・ E・ スペンサーによって1968年に設立されました。アンブレラは日本語で傘という意味になります。人々の健康を庇護するという社訓にもあるように、傘によって人々を守るという意味が込められています。その社訓からもわかるように、アンブレラ社は製薬企業として数多くの医薬品、医療機器を製造する会社になっています。製薬企業としては世界ナンバーワンのトップシェアを誇り、本社のあるアメリカのみならず、欧州各国、アフリカなど世界各国に支社を置き、さらに世界中に数多くの研究所を持つ巨大複合企業です。人気商品として、何かの軟膏のアドラビル、何かの美容化粧品のアクアケア、何かの錠剤のサフスプリンが確認されています。業界シェアナンバーワンなだけあって、世界的に知名度のある企業で、特にアメリカではその名を知らない者はいないほど有名です。しかし、この製薬会社としての顔は表向きのもので、実はその裏で非合法的な人体実験を繰り返していました。その目的はウイルスを使った生物兵器の開発です。これは戦地で兵士の代わりに使用することを目的として、人間などの生き物をウイルスの力で別の生命体に変貌させるという非人道的なものでした。この生物兵器開発はアンブレラ会長スペンサーの指示の下で行われていましたが、そもそも製薬企業アンブレラはこの研究を大規模に行いながら、世間から隠すためのカモフラージュのために設立されたのでした。全ての発端はアンブレラ設立の2年前、1966年のことでした。当時すでに世界的に有名な大富豪であったスペンサーは、19世紀に書かれた「博物騒乱」という書物に出会います。この書物からアフリカに食すことで絶大な力を得ると伝えられるシソバラの存在を知ります。スペンサーはアフリカ某所の太陽の階段と呼ばれる古代遺跡にこの花が咲いていることを発見。そしてスペンサーは同じ貴族仲間のエドワード・アシュフォード、研究資金を出してサポートしていた科学者ジェームズ・マーカスらと共に、この花を研究することにしました。そしてシソバナから未知の RNA ウイルス、シソウイルスを発見。このウイルスに生物の遺伝子を組み換える作用があることを突き止めます。スペンサーはこれを生物兵器開発に利用することを企み、アンブレラ社を設立します。その後、エドワードとマーカスはスペンサーに巧みに利用された後、表向きは研究の事故死という扱いで暗殺されます。こうしてスペンサーは常にアンブレラ社の総帥として君臨することになります。アンブレラは小さなアメリカ中西部の地方都市ラクーンシティに目をつけ、ここを実質的な本拠地とします。ただし、本社ビルなどは今のところラクーンシティ上には確認されておらず、本社の所在地は作中では明らかになっていません。スペンサーの意向でラクーンシティには数々のアンブレラ関連の施設や子会社、総合病院などが置かれ、ラクーンシティはたちまち発展していき、市民の3割がアンブレラ関連の仕事に就くことになります。しかし、その一方では多額の賄賂を使って市政をコントロールすることにより、町は実質アンブレラに支配されている状態でした。これにより下水道などの公共の施設も自らの所有物のように扱うことができ、町の地下に建設した巨大な生物兵器開発研究所と地上を結ぶ通路として利用していました。警察署長にも賄賂を渡しており、アンブレラにとって不利になる警察の動きも揉み消させていました。そんなラクーンシティや世界各地で行われるアンブレラの生物兵器開発研究では、数多くの非合法な人体実験が行われていました。実験体とされた人はウイルスの作用によって自我を失い、人間ではない別の生命体に改造されたり、死亡した人も大勢いました。
その実験体は世界各地で様々な方法で集めています。アンブレラは人種や出身国、宗教の違いに関係なく幅広く求人募集を行っていましたが、その枠から集めた人材の一部を実験材料としていました。実験材料とされていなかった社員も社内でアンブレラに不利益になる行為をしたり、生物兵器開発研究所から脱走を図ろうとした者は射殺されるか捕らえられて実験材料にされました。その他にもホームレスや不老者、時には普通に生活している何の罪もない者をさらってきたり、社内の幹部にクローンを提供させたりと、実に様々な方法で実験体を集めていました。こうしたアンブレラ社は表向きの製薬企業としても、裏の生物兵器開発の分野でも世界トップレベルの規模で事業を展開します。拡大した会社は自社で武装傭兵部隊を設けるほどにまでなります。アンブレラは自社に対するテロ行為への対抗手段及び自社製のウイルスによる生物災害が発生した際に、これに対処する目的で非正規傭兵部隊 UBCS を組織します。構成員は正規の軍人ではなく、犯罪者や亡命軍人、元ゲリラ兵などです。さらに隠密性の高い任務に就く特殊部隊も所有しています。これは USS と呼ばれる部隊で、社内で独自に訓練を積んだ兵士たちです。 USS の任務は主に危険な生物兵器の運搬や幹部社員の警護、自社が発生させた実態のわからない事故原因の調査などです。さらに証拠隠滅を目的とした掃除屋と呼ばれる専門部隊も存在します。これは UT ユニットと呼ばれる銃器を扱うことのできる人型の生物兵器で構成される部隊で、アンブレラ社内で証拠隠滅のために抹殺対象となった人物を始末したり、関連施設を爆破することを任務とします。これらの独自の部隊を所有する一方で、アンブレラは兵器開発部門を設けて非合法に兵器も開発していました。生物兵器とはまた別に追尾性能付きの時限爆弾を発射するマインスロアや、高圧電流を放出するスパークショットなどの特殊な武器を開発していました。こうして独自の部隊や兵器を運用することによって、危険極まりない生物兵器開発を推し進めることができました。生物兵器開発には主に T ウイルスというウイルスが用いられています。これはかつてスペンサーらが発見したシソウイルスを改良することによって生み出されたもので、生物の遺伝子を再構築することによって様々な作用を生み出し、その結果として人間や動植物を未知なる生命体へと変貌させることができました。やがてこの T ウイルスには完全に適合した人物であれば、ある程度の知能を残したまま強靭な生命体へと変貌させることができることが発覚します。これをタイラントと名付け、タイラント開発計画がラクーンシティ郊外のアークレイ研究所主導で行われることになります。アンブレラはこの1000万人に1人の逸材を探すべく、タイラントの素体テストを行い、旧ソ連の軍人セルゲイ・ウラジミール大佐がこのテストに合格。セルゲイはアンブレラ社の幹部の位置につくことの見返りとして、自らのクローン10体を会社に提供します。このクローンを素体としてタイラントが完成、命令を理解し遂行する頭脳と、銃で撃たれる程度ではびくともしない強靭な体を兼ね揃える究極の生物兵器が完成しました。しかしタイラントが完成したのもつかの間、このアークレイ研究所でついにアンブレラ史上初のウイルス同栄事故が発生。バイオハザードにより研究所は丸ごと汚染され、周辺の山間部の動植物にまで感染が広がり、ついにこの地を訪れた民間人が犠牲になります。事態を重く見たラクーン市警は死刑殺内に組織された特殊部隊スターズを派遣、事件の調査を行うことになります。しかしこのスターズの隊長アルバート・ウェスカーはアンブレラの工作員でした。アンブレラはこのウェスカーにタイラントや現地の生物兵器及び二次感染生物とスターズの戦闘記録を取らせて、今後の生物兵器開発に生かそうとしていました。そして研究所の自爆装置を作動させて証拠の隠滅を図るという計画でした。しかしウェスカーはすでにアンブレラに見切りをつけており、戦闘記録やタイラントを手土産にアンブレラのライバル企業へ転身しようとします。最終的にスターズは12名中6名が死亡。ウェスカーはタイラントのダッシュにこそ失敗したものの、研究所を爆破させアンブレラを離反。アンブレラにはいかなるデータも渡りませんでした。生還したスターズ隊員によってウイルスを使った生物兵器開発などが暴露されます。
アンブレラは警察署長ブライアン・アイアンズに多額の賄賂を渡してこれをもみ消し、スターズ隊員たちに謹慎処分を出させますが、各隊員たちが独自にアンブレラ打倒のために動き出します。ライバル企業などはいましたが、資金力や技術力で向かうところ敵なしだったアンブレラに初めて自らの存続を脅かす脅威が生まれた瞬間とも言えるでしょう。アンブレラはアークレイの事故以降も本格的な生物兵器研究を推し進め、画期的な生物兵器を多数製造していきます。中でもラクーンシティ地下研究所でウィリアム・バーキン博士主導で行われていた G ウイルスと呼ばれる新型ウイルスの開発はアンブレラにとって一大プロジェクトとなっていました。しかしこの研究はほとんどバーキンが独占的に行っており、アンブレラ全体の利益のためというよりはバーキンの個人的な好奇心によって進められていました。そこでアンブレラはこの G ウイルスが完成するタイミングでこのウイルスに関する研究開発データを本部に提供し、研究を引き継がせるよう要求します。バーキンはかつてスペンサーの命令で T ウイルスを生み出したマーカスをウェスカーと共に暗殺し、 T ウイルス研究の成果を奪っていた過去がありました。その経験もあってか、アンブレラのこの要求が G ウイルスの研究を横取りするものであるということをバーキンは理解していました。そこでかねてよりアンブレラの生物兵器を欲していたアメリカ政府にこのウイルスの情報を伝え、自らの身柄を保護するように要請をします。しかしアンブレラはそのことを把握しており、バーキンがアメリカ政府に亡命する前にバーキンを襲撃する計画を立てます。これが大きな誤りとなってしまいます。アンブレラは特殊部隊 USS をラクーンシティ地下研究所に派遣、バーキンの研究室に乗り込ませます。追い詰められたバーキンは銃で抵抗しようとしますが、その行動が引き金となり射殺されてしまいます。死の間際にバーキンは自らの体に G ウイルスを投与し怪物化、 USS を襲撃し、その戦闘の際に T ウイルスが漏洩、研究所は下水道で地上のラクーンシティとつながっていたため、これがあだとなり下水道を経由してラクーンシティ全域にウイルス汚染が広がり、かつてない大規模バイオハザードに発展します。アンブレラはこの状況さえも利用しようとして、急遽現地での生物兵器の運用テストを実施することにします。陸路や空路で新型タイラントやハンターシリーズといった実用性の高い生物兵器を持ち込み、それぞれに目的を与えたり戦闘させることによってデータを収集します。市内には市民救助という表向きの任務を与えた UBCS を送り込み、現地で発生したゾンビやイレギュラーミュータントに武装部隊がどれだけ戦えるかを試し、またアンブレラの裏の顔を知ったスターズ元隊員を抹殺するための生物兵器ネメシスや USS の代わりに G ウイルスを回収するようにプログラムしたタイラントが投入されます。そして最終的にウイルス感染の拡大を阻止するためにアメリカ政府にミサイル攻撃によってラクーンシティを焼き払うことを決定させます。アメリカ政府側もアンブレラの顧客であり、なおかつ G ウイルスを横取りしようと現地に軍隊を送っているため証拠隠滅をする必要がありました。そのためアンブレラ側の意見に押される形でミサイル攻撃を決行してしまいます。ただしこの設定はバイオシックスでなかったことになり、アメリカの権威を守るためという理由で政府関係者のシモンズという人物が決行させたことになりました。いずれにせよラクーンシティはミサイル攻撃によって跡形もなく焼き払われ、地図上から姿を消し、全ての証拠は失われてしまいます。元々の設定ではアンブレラが政府と共謀してこのミサイル攻撃をして、この事件の責任追及から逃れたということでしたが、後付けの設定によりアンブレラが事故の原因であるという証言や証拠が出て、政府がアンブレラに業務停止命令を出したということになります。これに対してアンブレラは事実無根だとして国を相手に訴訟を起こし裁判になります。前述の通り、すでにいくつかの証言や証拠が上がっていましたが、アンブレラは金で弁護団を囲い、裁判の長期化を狙っていました。一方で、かつてタイラントの素体としてクローンを提供したセルゲイ大佐の主導で、ロシア支部では新型のタイラント、テイロスを作り上げ、アンブレラを復興させるというテイロス計画が進行していました。そこでライバル企業に転身し、アンブレラの技術や情報を奪おうと考えていたアルバート・ウェスカーは、この新型タイラントの開発の情報をロシア政府に流出させます。当時、ロシア政府は施設対バイオハザード部隊という生物災害やバイオテロに対抗する部隊を設立していました。そこには元スターズの隊員も所属しており、この情報を受けて部隊はロシア支部を吸収します。
施設対バイオハザード部隊の活躍により新型タイラントは倒され、さらにその混乱に乗じて潜入していたウェスカーによってセルゲイが暗殺され、アンブレラの全てのデータを消去されたことによりテイロス計画は頓挫します。ウェスカーはこのままアンブレラを壊滅させるべく、ロシア支部で得たラクーンシティ事件の原因がアンブレラにあるという証拠を流し、これによってアンブレラは裁判に全面敗訴することになります。この敗訴を受けてアンブレラの株は大暴落し、2004年に倒産することになります。全ての元凶であった会長スペンサーはこの責任から逃れるようにヨーロッパ某所の邸宅にて隠居生活を送りますが、2006年アルバート・ウェスカーによって殺害されます。しかしそれでアンブレラが完全に姿を消したわけではありませんでした。アンブレラ倒産から3年後の2007年に元アンブレラの社員が中心となって過去の贖罪のために新たに民間軍事企業として新生アンブレラを設立します。贖罪の意味で設立された会社ですので、生物兵器の開発やそのためのウイルス研究ではなく、逆にこれらのバイオテロに対する専門の対策組織となっています。アンブレラ崩壊後、アンブレラの残したウイルス兵器や生物兵器は様々な組織の手に渡り、時にはバイオテロとして実際に使用されて、世界中にバイオテロの脅威が広がっていました。新生アンブレラはこれらバイオテロの根絶を目指し、武装部隊を現地に送り込んで対策にあたり、また独自に兵器を開発したり、実際に使用された生物兵器を研究したり、事件の重要参考人の逮捕を掲げたりといった活躍を展開しています。これまでは諸悪の根源として暗躍し続けていましたが、今後は逆にバイオテロ組織などと戦っていくという活躍を見せることになりそうです。今回の動画はここまで。今回はシリーズ1作目から常に事件の元凶として登場し続けてきたアンブレラ社について解説しました。バイオハザードといえばアンブレラという非常に印象的な組織でしたが、バイオハザード4以降は倒産したことによりほとんど物語に登場することがなくなってしまいました。アンブレラは現在はバイオテロ根絶を掲げる民間軍事企業として生まれ変わったため、今後は正義の組織としての活躍が予想されます。形を変えたとはいえ、長らく物語に登場することがなかったアンブレラが再びメインシナリオに絡んでくることはファンにとっては嬉しい展開なのではないでしょうか。今後の展開に期待ですね。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。